はい、カウンセラーの矢野とゆみです。なんか寝たきりで最近、なんでだろう。なんかね、そのあれか、なでなでメソッドやってるから、なんかこう自分の中で完結しちゃうところもあるっていう感じもあってですね、まあ、それもあるのかな。あとまあその今ちょっと自分の中の、そのまた再びお金ブロックとかに向き合ってみてるんですけど、お金とはっていうね。でイタリアで、それでやっぱりそういうのに向き合うと実際本当にお金の問題を向き合いたいって思うじゃないですか。だからそうするとやっぱりそういうブロックしてるところが出てくるんですね。例えばその出てくるんですねっていうか、そう感じる。なんか今そのだから支払いがババババババってきちゃったりとか、どういう気持ちで払いたいのってあるじゃないですか。でも実際どういう気持ちで払いたいっていうのはあるじゃないですか。その気分よく払いたい、だけどやっぱ普段より多いんですよね、その量がね、ドドドドドってきちゃって、それで気分よくなんか払うために怖いみたいな、なんか払えないわけじゃないし、あるじゃないですか。そのあって、払ってるのにそれたびに怖い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 みたいになってるんですよ。でなんかそれの今なんかちょっといろいろ自分でもいろいろこうどうなってるのかなって思ったら、やっぱり魂のそのデザインっていうのかな、その数秘とかね、そういうの見てたら、数秘術っていうのはあるのか、なんかね、名前を ABC に分けて A が1、B が2とかやるんですよ、名前は。あとは、お誕生日の数をちょっと1973年だったら1プラス9プラス7プラス3プラスってやっていって、自分のその数を見るので、私はですね3と8が多いんです。それは知ってたんですよ。でもう一回なんかよく見てみたら、3はやっぱり楽しさとかなんですね。でもその表現するっていうことの可能性、才能があるからこそ、その表現すること怖いんですよ。やっぱ私40過ぎまでもうすごい怖かったですもんね。ブログ怖いっていうか、こんなのやって誰か分かってくれんのかな、私の書いてることみたいな。でやっぱりそういう才能があればあるほど、才能があればって、私がある、まあいや、その可能性があればある人ほどそういうことに傷つきやすいし、そういう嫌な思いをするんですよ、ちっちゃい頃から。その表現すればするほど、表現しちゃダメだよみたいな状況に持ってかれるっていうか、だからそのやっぱ檻っていう言い方をしたりするんですけど、その枠組みっていうものに、入ってちゃうんですね、そのどん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 。でもそれを出て、自分のその怖いのを乗り越えて、でも普通の人から見たら、なんで怖いのみたいな感じなんですよ、その怖さがない人から見たら。でも私、表現する怖さってあったなっていうのと、だから怖いんですよね、やっぱね、やっぱ人からどう見られるかっていうか、どうせ分かってもらえないのに、なんかね、ちょっと人からどう見られるかとはちょっと違うんですけど、ただそれをしない限りは自分の才能とかやりたいこととかできないんですよね。だからその活かせないみたいな表現ですね。私の場合は3だったので、あと8なんで、8って、仕事ができるみたいな感じなんですよ。お金も8なのかな、確か成功とかなんですけど、またそれも自分の中で檻なんですよね。逆に言えばやっぱそれを乗り越えなきゃいけないから、やっぱり8っていう数字が多い人とかって、そのやっぱりそういうお家が経済的に恵まれない家に住んでたりとか、その成功を求めるあまりにそのことに挑戦することが怖いとか、まあでも私お金本当にやっぱり税金とか払うのすごく怖いんですよ、なんか知らないけど。あと銀行に話しに行くとか、なんかその話をすることがすごい怖くて、怒っちゃうんですね、やっぱその話をするときって。特になんか自分が責められてるみたいな、いっぱい使いすぎてるって言われてるような、なんかやっぱ子供の時からのその癖と自分魂のその設計図がやっぱりなんかこんなに、多分ね、普通の人よりはね結構ないんですよ、そういう意味ではないんだけど、向こう見ずっていうか、そのお金がなくても生きてい
お金に対するあの普通の人っていうか、なんていうのかな、あのないことはないと思う。あな、あのそのヨガとかね、そういうなんか自分楽しいものに払うことに対しては全然ないんですよ。だからで、あとほらその騙されたりとかすることによってあの広がったんでよかったんですけど、でもないんですよそのあれが。でもね、やっぱり、ね、見るのがすごい怖い。だからその絶対払わなきゃいけないもの、例えば税金とかさ、なんだろうな、あ今回の問題はそのあれだった、あのアパートのなんていうの、あのそうそうそう修繕費みたいなやつとか、なんかそういうのってすごい怖くなっちゃうんですよ。払うのが怖いっていうか、なんだろうな、嫌な気分になるんだよね。例えば友達にプレゼント買おうとかさ、結婚式とかボンって払っても全然嫌な気分しないし、なんか自分の自己啓発とかに払って忘れちゃったりとか、全然やんなかったりとかするのは全然嫌じゃないんですよ。例えば10万円ぐらいの自己啓発のなんかあのセミナーみたいなの買っといて一回も出なかったこととかもあるぐらい、もうすごい、まあいいや、その人いい人だからみたいな、その先生いい人だからみたいな感じで、なんかいいんですか、いや自分で勉強するからいいですみたいな感じであんまりやってないとか、なんかそういうのも多かったりするのね。なのにえ、じゃあそれとこっちとどっちがなのって言ったらさ、そっちの方が絶対なんだけど怖いの。なんかそのために嫌な、すごい体になんか本当冷や水っていうか、なんかそれってやっぱり自分の中でなんかそのあるんだよね、ブロックが。でだからそれを乗り越えな、やって乗り越えて、だから私がそういう役になっちゃうのよ。家族でもなんか夫がやればいいんだけど、なんか私がその責任者みたいになっちゃってて、なんかそれもやるたび、だからやるたびに徐々に広がってはいくんだけど、やっぱ怖いって思ってる間はとね、やっぱ来るし、やっぱなんていうのかな、お試しみたいなの来るね。なんかびっくりなのね、だから今それのなんか、だからやっぱりそれもさ、親がさなんか税金払えなくて苦労してるとか、多分そういうのを見てるからだと思うのね。その生活費がないとかさ、でなんか結構旅行とかのバンバン使ってたりとかしてたんだと思うね。で私自身もなんかそういうのをついちゃってるから、なんか足りなくなるんじゃないかみたいなさ、その怖さっていうのを常に持ってっちゃうっていう、なんかねそこがねすごいね、なんかね今回撮りたいところだよね、自分の中にその豊かさっていうのは、私が思いたい、やっぱ思ってることが現実になるから、私の場合は本当にそのデモクラシーっていうか、人間はみんな同じであるっていうところはすごいあるから、海外に住むこととか全然苦しくない、みんな同じじゃんって思ってるところがあるから、こういうのってやっぱり自分が、偏見とか持ってる人って生きるのきついと思うんだよ、海外とか。でみんな同じだっていうのがあるから、その海外に住んで人が違うって思われても全然何とも思わないっていうか、一枚顔を向けば同じだからみたいなところがあるのね。見た目とかのことに対しては自分が感じてないから違いを、で全くそれは、お金とかそういう思い込みにも言えることで、やっぱりそのいくらでもリソースがある、いくらでもそのお金は私のもので使えるみたいなのが私の中にはないんだよね、やっぱりね。頑張って働いてみたいな、いやカウンセリングとかも頑張らなくはなったけど、なんかやっぱりそういう人を見て育ってないじゃん。もう親も前なんかさ、働き鉢じゃないけど一生懸命働いてお金を貯めてみたいな人たちだったから、なんかその方法っていうか、そう頑張って時給で働かなきゃみたいな感じとかすごく強くて、エネルギー、その自分の豊かさは自分の中にあるっていうことをまだ信じられてないというか感じなんだなって思う。だからその何があってもその豊かさがあれば怖くないじゃん。例えば1000円入ってるお財布をなくしたとしても、まあいいや1000円だしって思えるじゃん。その桁が変わっていくだけのことじゃない、1万円になったり10万円になったり100万円になったりとか。でも今まだ本当にその数っていうかその低くて、でなお、だからその豊かさはふんだんに流れてるっていうことを信じられてない、信じたいの今回ね、信じたいと思ってるの。豊かさはふんだんに流れてる、私の中にも流れてくるし受け取るだけだみたいな、そんな頑張って
働かなくて楽しくやっていればうまくいくっていうのを信じたい。でそれを信じるためにいろいろやってるんだけど、やっぱりだからお試しで、例えばカードが見当たらなかったりとかね、どうしようみたいになるじゃん、やっぱ一瞬。そこでまた冷や汗じゃん、なんかうわカード誰かに使われたらどうしようみたいな。でもさ、カードって基本上限があるし、自分がお金がたくさんあればさ、そんなさ一つその一回ぐらい使われたぐらいでもそのどうにもならない、どうにでもなることだったりとかするわけじゃない。でもいやこれどうしようみたいな、ブワーってなるんだやっぱ一瞬で見つかるんだけど、やっぱだからそこでこの感覚っていうのを取らない、だから本当に危ない思いしてないのになんか嫌な感覚になっていくわけ、どん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 、どんだからその嫌な感覚を取るっていうことが目標だから、まあ、セックスレスとかも本当にそうなんだよね。レスだからって嫌な感覚になってることが、まあ、そのちょっとずれてるんですよ、その自分の本質とは。だからその環境とか状況じゃなくて、そういうものを気分良くなるようにしていくっていうことをするだけなんだけど、うん、だからね、今それをやっている最中でやっぱ難しいなと思いますね。自分のやっぱ思い込みってなかなか取れないんだなっていうなんかカウンセリングとかやって、これ思い込み、これ思い込み、これ思い込みっていうのがあって、自分の中の思い込み、その人が意地悪だとかそういうのはもうないんだけど、やっぱリソースがふんだんにあるっていうのは、その数秘の私の8っていうのもあるし、やっぱ表現をすることによっての喜びみたいなものもまだまだ怖いのかなって思いますね。ということで今日もご視聴ありがとうございました。私の経験談でした。